こんにちは、私じゃあこちらのローム SDS というブランドになります、ローム SDS というのはロームスノーボードデザインシンジケートの略称で SDS となっています、去年で10周年を迎えまして、アメリカのバーモント州を拠点に置いているブランドになります、はい、でこちら新しい来季のモデル、一押しのモデルになりますけども、モデルはシャンクと言います、何が新しいかと言いますと、今までのボード選び、形状ですね、ツイン、ディレクショナル、そういうものプラス、フレックスの硬い柔らかいプラス最近ではキャンバーだロッカーだといろいろ選び方が増えてますけども、プラス新しくロームの提案する板選びにソールの形状が加わります。でこのシャンクのモデルはソールの形状がこのノーズとテールの部分が、コンケーブしておりまして 3D 形状ですね。板がフラットになりますと、コンタクトポイントが少し接触から浮いた状態になります。このボードこうなると何がいいかと言いますと、いわゆるボードの動きがすごくルーズになりまして、遊び感が強くなります。このボードのシャンクのモデルの場合は、3D プラスショートで板を選んでもらって、ゲレンデのどこでもスケートパークのように、楽しく滑っていただくことができるモデルになります。ボードのコアも、センターが少し薄く柔らかくなってまして、ノーズテールにはカーボンのチューブが入ってますので反発がすごく良くなってます。結局センターが柔らかくノーズテールが跳ねる板になりますので、コントロール性が良くてノーリオーリですごく跳ねる楽しいボードになってます。ちょっとしたゲレンデの乗り面とかでも本当こうバンクのように遊べるすごい楽しい板になってますので、ぜひお試しください。じゃあ続きまして、ロームの定番的な人気のあるモデルですけども、このエージェントですね。でこちらはロッカーって言いまして、いわゆる皆さんが言うダブルキャンバー状態ですね。センターがロッカーでノーステールがキャンバーになっているボードです。このボード3年前から出ましたけども、すごく人気のあるモデルで、ロームの開発陣的にも中心的なモデルになってます。これもセンターにカーボンチューブが入っておりまして、サイドカーブもクイックリップっていうローム特有のスロースピードではショートターン、ハイスピードではロングターン、そしてエッジグリップが良くなるっていうクイックリップサイドカーブが入ってます。とても楽しくどこのゲレンデでも楽しめる板になってます。でもう一つ人気のあるモデルがこちらのアーティファクトロッカーですね。グランドトリックやジブトリックにすごい適したボードでして、センターがフラット、ノーズテールがロッカーしています。もちろん、すごい板がしなやかですので、ちょっとした小技とかグランドトリック楽しんでいけますし、パウダーなんかの浮力も十分にあります。もちろんパークからパウダーまで一本で楽しんでもらえるすごいファンなボードになっています。ローム SDS というブランドは、今ご紹介したボードだけではなくて、バインディングやブーツ、ウェアまで小物まで取り揃えておる、トータルブランドになってますんで、アメリカ発信のこういうスノーボードのムーブメント、いろんな意味でスタイリッシュに楽しんでいただけるブランドになってますので、ぜひ頭の先からつま先までロームを楽しんでください。よろしくお願いします。